実はもう一つ僕たちからサプライズがあります。皆さん、1ヶ月くらい前は不思議な出来事とかありませんでした？俺は天井さんに会いませんでした？会いました。うそ。そう、この1ヶ月前、嘘企画で美和さんと接触、新郎ゆうきさんについて聞き出していたのだ。私の一目惚れです。すごい。私からアタックして。一目惚れってどんな感じなんですか？あ、もう胸がポキンってなってる。どんな企画だったか覚えてますか？はい、僕たちの名前言えますか？そうです。そうです。見事僕たちの名前を当ててくれて、はい、大成功だった企画だったんですけど、はい、あれ全く嘘です。嘘。そうなんです。そう、私嬉しく彼に話しました。実はあの日、僕たち美和さんの家から大牟田駅全て見てました。お家にお邪魔してね。はいはい。いや、それダメです。え、お姉ちゃんたちは？恥ずかしい。お二人にウェディングソングを作りたいなと思いまして、今回作ってきました。それでは聴いてください。 What a wonderful day。 およそ1ヶ月にわたり準備してきた今回のサプライズ。新郎新婦、そして家族から聞き出したキーワードをもとに作ったウェディングソング、いよいよ披露。 What a wonderful day。 誓いを交わす二人を人たちの愛情を受け、新たな人生のスタートを切ったゆうきさんとみわさん、二人の幸せが永遠でありますように。
までのこととか、なんか思い出しながらこう見てました。なんか良かったです、歌詞が。ここで僕たちは、退散したいと思います。本当に、本日は、ありがとうございました。ありがとうございました。天神アクターでした。天神アクターにとっても初体験だった結婚式サプライズ。温かい拍手に送られ会場を後にした。お疲れ様でした。お疲れ様でした。いやーすっげー緊張しました。本当になんかでも本当に2人の喜んでる顔が、見れたので、今回は良かったかなと思います。披露宴は無事終了。しかしまだサプライズが残されていた。どうでしたか？本当嬉しいです。はい、大成功で、はい、終われたことがすごく嬉しいです。ありがとうございます。ありがとうございます。本当にびっくりしか言いようがないです。感謝です。ありがとうございます。よかったですね。出ましたね。お店でちゃんと練習も一緒にゆきさんとして、娘に言いたくて言いたくて言いたくてしょうがないのに、もう黙ってるのが苦しくて苦しくて。そして最後はマークからサプライズプレゼント。僕からこの持ってきて、せーの。うわそう、マークが準備していたのはゆうきさんとみわさんを描いたイラスト。二人ともパティシエのため、ケーキをテーマにし、天神アクターのメンバーもデザインした。二人のためにマークが寝ずに描いた力作だ。すごいすごい、うわこれ本当に俺も知らない。ケーキの、まあ、それをテーマにいろんな思いを込めて書きました。ありがとうございます。サプライズ、はい、大成功ということで、神伝説達成。天神アクター夏のミニアルバムが完成。今お聴きの新曲プチプチレディなど、暑い夏を吹き飛ばす爽快な曲を収録。要チェックです。